はい、ドラケチックス続きやっていきます。前回ですね、この、朽ちた剣だっけ、なんかゲットしたんですよ。でそれを持ってロンデザギオみたいな、そこの錆びた剣かで、デセオのパスみたいな、この2つのアイテムをゲットしてるんで、まあ、そのまま目的の場所進めばいいかなと思ったんですけど、その前にちょっといろんなとこ行ってたら、ここ、まあ、前回か前々回かだったと思うんですけど、このスライム闘技場がここにあるらしいんですよ。でここの水門を開けないといけないと。でここになんかね、祠があって、これ開けれそうなんですよ。試合の参加者求む、詳しくはスラッジまで。押してみようか。はい、水門の開く音がした。これで、あ、開いてるわ。でね、これどっから行けばいいんだ。メダル王の城が北にあって、あ、そうか、もうベッドで行けるっけ、大丈夫かな。ただ水門は開いているんで、ここ行ける。あ、行けるわ。はい。おー。スラッジの秘密クラブ、スライム闘技場じゃなくてスライム格闘場へようこそ。当店は会員制になっております。お客様の代表の方のお名前を控えさせていただきますので、はいはいはい。ごゆっくりお楽しみくださいと。おー。はい。世界中からスライムで一山当てようって連中が集まってくる。ここがルイーダの店。で、豪華な商品がもらえるとやってきた。ランクへの1回戦で負けた上、どっかに逃げちまって。なんかいっぱい人いるね。スライムいないんだよ。俺様のプルータスは大したもんだぜ。なんとランク E まで勝ち上がった。はいはいはい。酒飲んどる。スライム一筋30年。わしの育てたスライムが頑張ってくれたな。結構いい商品をもらった。お、赤いベスがいるじゃん。今一番強いスライムのチャンプの石像。スライムの顔が同じに見えるんだが、こいつにはわかるようだな。で、地下には、うわ、戦ってる。あれ、天竺も戦わせれるのかな。試合に勝ち抜いた、スラムには素晴らしい商品をプレゼントしておる。チャンプか。この人チャンプって言ってた。あ、この人がスラッジなんだ。ちょっとさ、やってみたいな。メタルスライム。いつも逃げてばかりで勝ったことは一度もない。ちょっと参加してみたいな。で、スミスは？なあ、ダメなんだ。あ、そういうことね。じゃあ、これあれじゃない？スライム系しか出れないってことでしょ？天竺は出れるんかな？違うな、これ。一回外出ないといけないか、これ。いや、ただね、あれなんですよ。ホイミンしか今いないんで、確かこの辺にね、ちょっとこれ仲間を増やしたい。おー、ほら。スライム系めっちゃ出るじゃん。いや、ワンチャンメタルスライム仲間に。できればラッキー。無理か。いや、スライム、いや、一番狙いたいのは、キングスライムが出るみたいなんで、キングスライム、そう。ちょっとなるべく仲間にするまで粘りたいな。はい、ちょっとすぐには仲間にならなそうなんで、一旦、ホイミンで参戦してみようと思います。はい、ちょっとじゃあ、このホイミンで、参戦してみようと。説明を、あ、いいえ、まあいいや。最初は A ランクから始めるといいですよ。あー、なるほど、こういう感じか。
じゃあ、はい。はい。ホイミン頑張って。最初ぐらい勝てるでしょ。ベギラゴンとかもあるし。では1回戦目バトルスタート。おー、確かランダムで進むんだよねこれ。いや、ヒャダルコ使えるのでか。え、余裕じゃん。あ、1回戦勝ち抜き。あ、なるほど。 A ランクの多分3回戦ぐらいあるんじゃないかな。なるほど。メラミから入って。はいはいはい。うわ、毒の息うざ。あ、まあでも全然余裕だ。そしてベギラゴン使って。あ、通常攻撃も一応て、あの、炎の爪持たせてるんで、いや、余裕じゃん。やるやる。さあ、3回戦。いよいよ決勝。ドイツが出てくんの？ああ、スカルライダー。ただ、うわー、一発。やるね。はい。やるじゃん、ホイミン。さあ、A ランク優勝、風の帽子。おー。風の帽子？あ、いいね、ホイミン。ちょっとこれ渡して装備できるんじゃない？ね。なので、装備。OK。てか、スライムの服とかなかったっけ？あ、ここスライムしか入れないの。というか、ピアリで毒を解除して、ここ、ちょっと待って。一応満タンにさせといて。MP これ足りるかな？まあ大丈夫か。あ、違う。入門クラス。B ランクぐらいはいけるでしょう。もうちょっと上もいけそうだけどね。いや、ホイミンちゃんとね、育成しといてよかったわ。うん、なるほど。イオラで全体にダメージを与えて、真ん中だけ倒して、ひらりと身をかわして、もう一発イオラで、しかも MP これ回復してそうだね。 OKOK。さあ、B ランクも順調だね。2回戦。あー、こいつらか。うわ、ちょっと強いか。大丈夫か。いや、でもベギラゴンが刺さっていく。素晴らしい。まあ、あとこれ単純な殴り合いとかになったら、しんどそうだな。さあ、3回戦。あー、ストーンビーストか。なるほど。魔法トーンを使ってベギラゴンをする。いやー、ちょっと強いぞ。ただ、ホイミンは回復もあるから。なるほど。おわ、普通に殴って勝った。全然余裕じゃん。よしよしよし。まだまだいけるな。B ランク優勝、刃の言うブーメラン。はあ、なるほど。そうか、ブーメランスライム系持てるんだ。よしよしよし。じゃあ、そのまま。D ランクだっけ？C ランクか。はい、500ゴールドで。さあ、頑張ってこい。いけるやら。まだまだね。多分マスターランクの一番上があのスライムなのかな。なんかそんな気するよ。あー、バギマとか使ってくる。早いね。なるほど。
真ん中倒す。ちょっと HP が不安だけど。いや、ワンチャン、ナイス。ここでベホマ使えるのめっちゃ強え。いいよ、いいよ。いやー、ただちょっとしんどめだね。オッケー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 。どっかで攻撃の隙を伺って、イオラを使って、うわー、HP 高えな。まあでも、お、攻めた。なるほど。いや、素晴らしい。やるやん、ホイミン。よし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 。じゃあ2回戦。頑張って。うわーっと、まさかのホイミスライムがいる。ただホイミスライム一撃で倒す。不気味な閃光、まあ、そんなに関係ないか。まあ、ルカナはちょっとうざい。ここでベホまで一回回復する。MP なくなったら終わりだな、多分この。まあでもあれか、炎の爪かざすっていう手もあるから、最悪ね。いやー、呪文に弱くなった。ルカナ、MP 足りない。大丈夫かな?さすがに。こいつら、打撃はないでしょ、そんなに。よしよしよし。オッケーオッケー。いや、いけるぞ。ホイミン、結構やる。さあ、3回戦。ここが、一つ正念場。いや、角パンかー。うわー、ダメージレースでこれ勝てるかどうかだな。危ない。いや、攻めた。やるね。まあでも通常攻撃でいってるから余裕だったってことか。いや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 、素晴らしいじゃん。さあ、毒針。あ、なるほど。毒針を使うという手もあるか。よし。そしたら、もう一回行くか。D ランク、行ってみようか。いや、この辺はちょっと厳しいかもしれないけど、運が良ければいけそうな感じだと思う。さあ、頑張れ。うわぁ、決める。普通に強いぞ、こいつら。ただ、ここはベギラゴンがある。100ダメを入れて、あ、これ倒したな。よし。ベギラゴンからのイオラがあるからね。普通に強えわ。やるやる。さあ、複数の種類出てきたら結構きつそうだけどね。あ、この一騎打ち、危ない。どうだろうな、これ。ちょっと一撃がでかすぎるな。いや、もう一発は耐える。あ、あー、素早さだ。素早さで負けたから、これさ、あれだな。持ち物だな。これ持ち物を、ミレイユの、あれ?誰が持ってる?早くなるやつ。あれ、はやてのリングってなかった。あれ、はやてのリング絶対あるはず。わあ、なんかどっか行ったな。え、ないのか。てか多分持たせられないかな。ちょっともう一回行ってみるわ。あー、でもこの HP の状態で行くのはだいぶ危険だね。一撃でやられそうな気がする。ちょっとやっぱ HP が足りないかな。あー、マホトーン、よかった。よしよしよし。ベギラゴン3発ぐらいで倒せるんじゃないかな。うわ、呪文封じ込められた。これやばい、これやばいっす。
どうだ。うわー、負けた。ちょっと強いな、こいつ。マホトーンが入っちゃったら終わりだな。まあいいや、ちょっと今回はここまでにしておきましょう。またね、あの、キングスライムとか仲間にしたらここ来て、でいいかな。ってことで、一回回復しようか。はい、じゃあ、下の世界に来まして、このサンマリーノにまず行きます。で、船を使って、北東に進みます。で、どこかのタイミングでマーメイドハープを使いまして、はい。海底に進みます。で、浅瀬を越えるんだけど、まあ、多分ここの浅瀬だと思う。ここ越えると、地上戻ってきたときに、あー、そうだね。うん。多分こっちだ。で、この南側、ぐーんと進んでくと、はい。新たな大陸があります。ここなんだ?気になるね。花が手向けられていて、おー。なんかのタイミングでまたここ来ることになりそうだけどね。ちょっと、外から見てこうか。多分でもこっちなんじゃないかな。内側入るんじゃないかな。で、あ、井戸があるわ。井戸だ。あ、でもここ、ん?なんだこれ。防具屋がこんなとこに。しかも炎の鎧、水の羽衣?知力の兜。マジで言ってる。へー、てか、ホイミンの防御力上がるな。これでまたいけるじゃん。さっきのランク超えれるでしょ、多分。で、道具屋がある。網タイツ、スライムピアス。おう。変わったアイテム売ってるね。そして武器屋が気になるな。ちょっと、話していいかい?炎の剣。これはでかいね。炎のブーメラン。うわぁ。主人公これでいい気がすんな。ゾンビキラー、大ハンマー。うわぁ、炎の剣結構魅力的だね。なるほど。じゃあ、ここにはめっちゃいい武器、防具が売っていると。はい。ただ、そんだけか。言うてもそんだけだ。だけど。ここ何?あれ?ここは見たっけ?あれ?グランマーズ。あー、なんかご馳走してもらえる。久しぶりに来たもんね、そういえば。半分モンスターだけど。ミレイユ連れてこりゃよかった。毒なんか入ってるせんよ、ほほほ。大丈夫か?ハッサンたちはグランマーズの手作りの珍味をご馳走になり、くつろいだ時を過ごした。お。こういうイベントもあるんだね。はい。よく眠っていた。ところで最近水晶玉の様子がおかしい。元気がない。悪いことが起きる前触れではないのが良いだろう。うん。水晶玉は特に調べれないね。なるほどね。こういうイベントもあるんだ。
いいね。一度来たところでこうやってまた新たな会話が聞けるのは。だったら、まあ、あ、ここか？ここっぽくない？おっと、お、お、誰に聞いてこの街に来たんだ？おー、来た！ロンガゼで、ロンガデゼオ。悪いがあんたらみたいな人はこの街にふさわしくない。出て行ってくんな。さあ、デゼオのパスがあるんですよ。これは、あんたらがあの方の知り合いと、さあ、どうぞどうぞ。おー。自由の街、ロンガデゼオ。盗み、恐喝、殺し、何をやらかしてこの街までやってきたかは知らねえけど。ん？なんかそういう街なの。アンダーグラウンドの街みたいな。まあ確かになんか街並みはそんな綺麗じゃない感じすんな。ホックという腕利きの情報屋が逃げ込んだと聞いてここにやってきたのだが、奴は変装の名人でもあるから。腕利きの情報屋。そいつに会ってみてえな。そしてここにも防具屋がある。あ、ここにちゃんと売ってんだ。水の羽衣は装備させたらでかいよな。はいはいはい。バーがある。わしがこの町に来たのは何年前だったか。血の気が多くて毎日のように喧嘩をしたもんじゃ。この年まで生きてこられたのはきっとわしが喧嘩に弱かったから。なるほど。強かった奴が逆に死んでしまったと。伝説の剣職人がこの町に住んでると聞いてここまでやってきたのですが、誰に聞いても教えてくれない。ちょっと酒はいいわ、一回。誰に話せばいいかな。常に傷。いいね、なんかアンダーグラウンドの街。で、何これ。シアター。モンバーバラの姉妹とかいるか。お、入場料100ゴールド。この世のパラダイス。おお、ラビアン。うっとり。今ラビアンちゃんこっち見て笑ったよね。なるほどね。はいはいはい。すごいとこまで入っていける。網タイツ、美しそう。メダルはねえか。ガンディーノって街にいたけど、あの頃の頃とは、あの頃のことは何か悪い夢を見ていたよ。さあ、じゃあ、おお。めっちゃ話せる、普通に。ダンスダンスダンス。おー、おーおーおお。はい。ちょ。あれ、これ積んだ。よし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 。じゃあ、どこに行けばいいんだろう。ここは？壁の裏から変な音が聞こえる。パフパフ。ああ。ここにあるんだ。まあ、どっかにはあるんだろうけど。ドラクエ6はこの街なのかな？ん？出てってくれ。いや、ちょっと待って、そこなんかあるだろう。今は忙しい。人探しなら他を渡ってくれ。なんだ。あれ。つらかせや。なんだ。なんか買っていきやがれ。ああ、武器や。いやー、ないっすね。じゃあまた来てくれよな。なんだ。
ねえ、ここ、うわ、なんだこれ。ん？伝説の剣職人。忘れた。うん。お、小さなメダルゲット。俺が一番最初に住み着いた。だからこれは、ここは俺の家。この人は？あ、かっこよくしたい。あ、かっこよさを上げるってことか、これ。なるほど。はい、小さなメダル。なるほどね。ただ、これといって情報は、探し物。おうおうおお。人を騙すのもうまいみたい。あいつ怪しいけどね。こいつ。こいつが一番怪しい気がすんな。したら、井戸の中まだ入ってないな。井戸に入りまして、おっと。おっと。あれ、なんかこれどっかで見たことある気がするけどな。ホック、いつもの酒場。盗賊の鍵？今更？なんだ？井戸招きが出てきた。まあ、普通に倒すか。メラミからの攻撃からの。はいはいはい。いや、意外に HP ある。まあ大丈夫でしょう。ああ、普通に井戸入らないと。井戸の下にさらに井戸って珍しいね。で、なんもないんかい。なんか、ありそうだけどね。まあ、いっか。じゃあ、これ、上戻って。なんかこいつ怪しいけどね。もう一人。上、どうやって行くんだろう。うわ、入れた。こっから入れるんだ。こいつは？お、パフパフ来た。ん？なんだ？はあ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 。ハッサン入って。ああ。パフパフしてもらった。かっこよさが5上がった。上がるんかい。お化粧テク。なるほどね。で、宝箱開けて、賢さの種。ちょうどよかったな、ハッサンで。誰だ、こいつは。お！来たぞ、来たぞ、情報屋のホック。伝説の剣職人、そんな奴この町にいたっけな。いや、実はこの町に来たのはついこの間で。おっと、がっくりしなさんなって。知らないことを、ん？知らないことは喋りゃいい。この町の連中は口が固いから、このホック様にかかればちょろいもんだ。ほう。ちょっくら行ってくる。え？そこにおるやん。金の話はまだしてなかった。5万ゴールド。ちょっとした賭けをしてみよう。変装して街に潜り込む。情報を集めるには3回ぐらい変装しなきゃなんないだろう。3回とも見破ったら2000円に負けてやる。行こうか、じゃあ。へえ。この街の誰かに、化けていると。やめとこう。
変装ね。いろんな人に話しかけると。なんだ？サリーちゃんが不憫で、父親亡くして、力になってあげたいんだけどどうしたらいいか。そうですか。ん？相談ごと。おお。一回目はママと見つかったのはこいつだったか。はいはいはい。情報集め終わり、次に行ってみよう。騙された。なんかそうね、変なこと言っとったの、酒のこと。二回目。どこにいるかな。ちょっとでも教会の中見てなかったから、人が増えてるかどうかもわかんないわ。まだ。あれ？この人怪しいか？怪しくないね。他当たってくれませんか？あ、いたわ。いた。筋肉つきすぎてるじゃない？出番だからあとよろしく。はい。はい。ジョリ。よしよしよし。今度はそう簡単に見つからない。いやー、じゃあ増えてるな。一旦ここ出て。あれ、ここは？あ、ここにカジノがあるんだ。うわ、でもカジノの中見てなかったな。あれ、いるじゃん。絶対これだ。ん？そんなとこにたかたれたら落ち着いて飲めやせんぜ。いや。こいつやろ。飲み出したら止まらねえ。いや、いや、いや。絶対おかしいから。反対から攻めてみるか。ここ何？ん？ハンマー振り下ろす。え、そこの、じゃあバーのカウンター、バーじゃねえか。バーか。カウンターのおっさんに話したら？酒。え、こいつ怪しいと思うけどな。あ、こいつだ。負けたよ、俺の負けだ。うわ、来た。よく俺が分かったな。そりゃまぐれってやつかな。まあいいや。俺の情報集めはこれでおしまい。おう、二人の話。ん？何やら話している。コブレは本当に腕のいい鍛冶屋じゃった。伝説の剣職人と歌われるほど。コブレ？じゃがそれがいかんかった。やつめ、すっかりその気になってしまっての。俺が伝説の職人なら一度は本物のものの伝説の剣というものを見てみたいなと言い出して。その気持ちわからないこともないぜ。気持ちだけで済ませておけばよかったんじゃ、それを本当に旅に出てしまうとは。残されたメアリとサリーがその後どんだけ苦労したことか。マスターどこ行ったの？マスターが情報屋だったってことか。ますますそこの右上気になりはするけど。あ、いた！井戸の中にいたわ。どうだ、家だろ。家だろ。まだ、じゃない。まあそんなことを置いといて、まず金をもらおう。うん。まあ2000ゴールだったらあげるよ。コブレって、だって、え？あれ、前回、ね。うん。病気で、今、サリー一人がこの町に住んでるってわけ。
この娘の面倒をサリーだが、小さい頃から親父にかなり厳しく仕込まれたらしい。何を？で、鍛冶屋の技。ほう。サリーに直接聞いてみる。サリーの家は隠れ酒場の北の家。もし家にいなかったら北の祠に行ってみな。北の祠に墓が あったね。そこに行くことなんのか。なるほど。ちょっと一旦ここまでで終わろっかな。うん。はい、ちょっと動画時間どうなるかわかんないけど、まあ、格闘場もあったんで、一旦ここで、お開きとします。また、次回です。お疲れ様でした。